ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします。作品は？野村古道作銭形平次取り戻しかえより鬼の面。この作品は昭和25年1950年サンデー毎日。6月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。 第一編第編章親分いい心臓がけたでしょうこう小股の切れやがった白くてポチャポチャした、まああヤロウ銭形平次は思わず一喝を喰らわせました上がり河内から這い込むようにまだ朝の禅も片付かない茶の間を覗きながら八五郎は途方もないことを聞くのです でもあんな可愛いらしいのはちょいっと神田中にもありませんよ。おしが知らねえぐらいだから、よっぽど遠くから来たにちげえねえと思うんだが、あきれた野郎だ。いきなり人ん家へ飛び込んできやがって、おはようとも言わずに、もっともすげえか可愛いいか知らねえが、女が一人来るには来たがねえ。それねえ、路地を飛び出した様子が白く慌てていたから、親分のところへ来て、 うんと脅かされたこととは思ったが待ってくれ脅かしもどうもしねえよ姫のりを3文ほど買っただけなんだがあれはおめえ78年目に還暦が過ぎたはずだぜ誰ですそりゃこの辺りをちょいちょい歩くのり屋のババアだよ嫌になるな明日の言うのは18区のポチャポチャしとわかったよ色白で小股の切れ上がったと言うんだろう 親分子分の話はどこまで行っても果てしがありませんその人ならお勝手口へ来ましたよ隣の部屋から答えたのは平次の女房のおしずでした何だおめえが承知していたのかそれならそれと早くい合いのにでも 何もも言わずに帰っってしまったんですもの。私はびっくりして追っかけてみましたが八五郎さんが向こうから路地へ入ってくるのが見えたんで慌てて戻ってしまいました私まだ変な格好をしているでしょ朝の支度が遅れておしずはまだ髪も直さず帯もよくは閉めていなかったのですしょうがねえな本当に何にも言わなかったのか平次は大きな下口をしましたが帯広どいて 若い娘を追っかけなかったおしずのたしなみまでは小言も言えません人の影がさしたんで覗いてみると戸袋の影にしょんぼり立っているんですあっさんの言うとおりそれはかわいい子でしたなんかこうよっと聞くと「あのー、あのー」と繰り返して言うだけで見透ぎたを突っかけてそばへ行こうとするといきなり逃げ出すんですもの私はもうおしずはやるせない胸を抱くのです 蜂のおかぼれの任別帳になくったってそれだけの器量ならまた巡り合わねえものでもあるねえよ。ん。困り抜いたことがあって若い娘が江戸一番の御用を聞き銭形平治の知恵を借りに来たがいざとなると言いそびれるかおびえるかして慌てて逃げ出してしまった例は今までの経験でもも 度度や三度ではありません。それを自分の手落ちにしてひどくしおれているおしずやおかぼれ帳に書き入れ損ねてがっかりしている八五郎の顔を見ると平次は歯がゆくばかばかしくそして腹立たしくさえ感じるのでした 2> 第2章この小事件はやがて思いもよらぬ大事件に結びつき八五郎の形容したあのお姫が。 平時の前へ大きくクローズアップされる日が来ましたそれから四五日五月二十八日は両国の川開きこの日から始まって八月二十八日まで両国橋を中心に大川の水の上が江戸の陥落の中心になるのです分けても五月二十八日の夜は鈴見船は川をうずめ両岸には 『鈴の桟敷を連ね歌と酒と男と女と漢子と乗り物との渦巻く頭上に江戸中の舟宿茶店そのほか盛り場の紀神による大花火が夜半近くまでもひっきりなしに漆の夜空に炸裂して江戸の闇に効果極まる火の芸術を散りばめるのでした』『橋の上を行くのは貧しい人』『上見て通れ』と。 今しめた橋間船の贅沢さは目を驚かすものがあったのは当然としてそれに劣らず両岸のさじき鈴見矢倉は水面を圧する玄貨と強生と主治肉林の強体を競いました分けても平衛門町の佐渡や金のなる木を植えたといわれる両外屋の裏座敷には 二階から塀を越して高々と水に張り出した矢倉をかけ女主人お金を中心に店の者一等出入りの衆町内の誰かれ山の手の親類までざっと四十人余り大月提灯を駆け連ねた下にこの世の終わる日までも続きそうな底抜けの筐体が展開されておりました。 水の上の使用は今も昔もやかましく取り締まられたのですがでも川もを通る船に支障がなければ大概のことは多めに見られ佐渡屋の裏の水面に乗り出した危ない櫓もこの世の経を添える一つの企画として面白がられあやされ羨ましがられていたのです。五つ半九時過ぎになると経はまさに竹縄でした。 土地のが3人、恐ろしくブロークンな調子で三味線をかき鳴らしながら酒のために戦律を失った歌をわめくとそれに合わせて大乳道の太鼓持ちがめちゃめちゃに踊りまくっている真っ最中うこの人数を乗せたまま涼み櫓の半分が夜の真っ黒な水の中へぐらぐらぐらっと崩れ落ちたのです。 川いっぱいのスみミ船はこの恐ろしい事実を眺めながら、それも仕掛け花火の一コマのような錯覚を起こしてしばらくは茫然として溺りました。おびただしいちょぼちんと植代がひとなだれと一緒に二次尺も下の水に落ちる蟻様はまことに壮観と言ってもいいほどだったのです。それ助けてやれ！近くの船は一瞬の後には。 屋の矢倉の下に集まりまりす銭形平次と八五郎はこの晩町方の恵良の船に乗って両国の羽間を縫っておりましたが佐渡屋の鼓櫓が水の中へ落ちると見るや群がる鼓舟をかき分けて辛くも現場にこぎ寄せ遅ればせながらも二三人は水の中から引き上げてやりました。ししばらくは恐ろしい混乱が続き 花火の打ち上げも中止されましたが佐渡屋の裏木戸を開けて狭い庭へ濡れたの濡れないの半死半生のいろいろかき集めて勘定をしてみると櫓の上から水に落ちたのは端っこの方にいた女主人のお金をはじめとして13人あとの30人余りは崩れ残った櫓の部分にいたのと柱や横木につかまって難を免れ 落ちた十三人のうちひどく水を飲んだのは六人そのうち半死半生の目にあったのは三人そして行方不明になったのが二人もあります。行方不明になななったののは、まずず、死んだものと思わなければならずそれは佐屋のうちのものでは小僧の倉松がただ一人他に若い芸子が一人この死骸はあくる日になって永代近くから上がりました。 半,死半生のは佐渡屋の妹娘のお信のという重臣になるのと手代の直次郎と老いの与之助の三人女主人のお金はすぐ助けられて大したこともなく娘のお絹は食いかなんかで肩を打ちましたがこれもまず怪我というほどではありません銭形の親分さんあしはこのぐらをこさえた 藤次郎というもんですが30人や50人の人間が乗ったぐらいのことじゃびくともするはずはありません念のために落ちたやぐらを見るとふに落ちねえことばかりです明日になって様子が変わっちゃいけません今のうちに親分の目で見ておいてくださいませんか五十男正直で頑固らしいのが平治の袖を引くのですそれはいいことに気がついた八チ提灯を持ってきてくれ平次は この藤次郎と名乗る男に案内させて半分崩れ残る足場に危うく登って行きました。こいつが一人で落ちたとなるとこしらえた足がおたなへの申し訳に腹でも切らなきゃなりません。ところがやぐの床や手すりを止めてある大事な縄が間違いもなく刃物で切られているじゃありませんか。ねえ親分この通り藤次郎は 八五郎のの手かららを借りて、て急急所急所を照らして見せるのです。半分落ち残った桟敷を渡って柱や横木に残る縄の切り口を見るのは高いところになれない平次や八五郎にとってそれは容易ならぬ仕事でしたがそれでも頭の藤次郎の説明で十数か所の縄に少しずつでも刃物を入れてあったことだけは 確かにかにわりました。最初からこの縄を切っておいたのかな平次は聞きました最初から縄を切っちゃ10人と登らねえうちに落ちてしまいます多分最初は急所急所の結び目10箇所ぐらいへちょいちょい刃物を入れておき潮時を見て川へ乗り出した一番端っこの低時の縄を23箇所切ったんでしょう四十何人と乗っているんだから これはひとたまりもあれやせん当次郎はそのやりかさのずるさに歯ぎしりするほど腹が立つ余没です。憎え野郎しすねえ親分。こんな悪さをして若い者を二人まで殺しやがって。八五郎は義憤にあおられて危ない足場の上で体を揺さぶります。危ねえよ八。俺たちまで川へ落ちたところで物笑いになるだけだ。もっとも。 俺も地団踏みててほど腹を立てているよ。誰が死ぬか分からねえような恐ろしい仕掛けをして四十何人の人間を水の中へ落とそうというのは鬼のようなだ。平次もひどく興奮しておりました。誰が犠牲者になるかわからないような殺人計画はその目的は何であろうと全く許し難いような気がするのです。